おはようございます。おはようございます。ハレルヤー、アメン。おはようございます。アメン。まあその聖霊派はですね、このハレルヤーという一つの何かこう力強いあの掛け声をするまああり方がありますね。ですからあの、こうなんていうんでしょうかね、ハレルヤーということはですね、やはりこれは人間の力じゃなくて、この油注ぎによって聖霊によって言わさせられているようなところがあると思いますね。あの決してその狂信的と言うということではなくて、本当に、神様を感じてこう叫びたい、賛美したいというそういうことではないでしょうか。ですからかえって元気がない時でもハレルヤーというとですね、元気になってくると思うんですね。私たちは、その神様に対して本当に神を求める、この植え替わりが必要ではないでしょうか。神様に対して神を求める気持ち、義に植え書くものは幸いだと、ね、書いてありますよね。私たちは神に植え書いています。肉的なこの世というのは神を求めてなくて、神以外のものを求めていますね。それが偶像崇拝です。で、私たちはイエス・キリストを通して、イエス様ご自身を求めて、神の国を求めて、神の力を求めて、その本当に必要なものを求めています。で、以前は私たちも何が必要かがよく分からなくて、肉的なものが大事だと思わされて肉的なものを求めてましたけれども、今私たちはもっと優れたもの、肉より霊、肉より霊、肉ではなくて霊的なものの方が優れている。その本当に残るもの、そして神様が良しとするもの、神様が喜ぶものを求めるようになったんですね。ですからもはや私たちは、その虚しいことや騙し事に騙されないで、しっかりと神の御心を受け取っていく必要があるのではないでしょうか。イエス様はその終わりの時に偽キリスト、偽預言者、偽教師が多く現れると言われています。そして、目を覚ましていなさいと言われています。ですからこの終わりの時ほどカオスになっていくわけですね。もう世の中カオスっぽいですね、もうね、なんかね。だけども、教会も、そのカオスによってです、混乱してですね、信仰をこう離れてしまうことがあると書いてあります。ですから、聖書の箇所にあなた方は万が一にもその道から外れてはいけない、救いに漏れてはいけない、イエス様から離れてはいけない、そのしっかりと信仰に立ちなさいっていう、警告がたくさんあるわけです。ですから私たちはこのように礼拝で集まるのも一つの意味は、互いに励まし合って一人も漏れることなく、そのイエス様の信仰をですね、保つために励まし合う必要があるんだということです。アメン。ですから私もそうですね。私も励ましときながら自分が堕落したら意味がないわけですね。牧師でありながら道を外れたら意味がないわけです。ですから私も自分の救いのために、また兄弟姉妹の救いのために、励まし合う必要があるんだということですね。そして、救われている私たちは神の国ですが、まだ救われていない人たちもたくさんいるということで、神様はニネベ 何万人でしょうかね、10万人だったでしょうかね、ニネベというあの町を憐れんで、あの、彼らを憐れないでいられないでしょうかというふうにおっしゃったんですが、日本には1億3000万人の人がいるわけですね。もちろん世界には70億の人がいるわけです、ね、神様は、まだ救われてない人たちを
救いたいと願っていることは明らかですね。ですから私たちは自分の救いを確かなものにすると同時に、兄弟姉妹を励まし合うと同時に、まだ救われてない人たちに取りなししていくとい こう非常に立体的なその目標があるということですね。自分のこと、兄弟姉妹のこと、そして、このまだ救われてない人たちのために、私たちは、その正しい見方をする必要があるんですね。私たちは今はっきりとした目標をいただいています。何のために生きているのか、本当にいつも私たちはこのそのことを考える必要がありますね。私たちは目的を持って作られた、目的を持って救われた、神様にこの用いられるために存在しているんだ。神様が私たちを使いたいのだということですね。以前は悪魔に使われてね、悪いことをしてしまいましたけど、今は、神様に使われて良いことをするんですね。私たちは神の作品であって、イエス・キリストにあって良い行いをするために作られたと書いてありますね。イエス・キリストにあって良い行いをするというのは聖霊によってということですね。聖霊によらなければ良いことができない、肉では良いことができないということですね。肉でいくら良いことしても、それは神の目から見たら良いことではない。信仰がなくて良いことしても、それは偽善になってしまうということですね。クリスチャンがあって、聖霊に満ちて、聖霊によって良いことをする、義を行う、これが良いことなんですね。アメン。それは自分の力ではなくて神の力だということです。それはその神に栄光を返す良いことだということですね。肉の力で良いことをしたら自分に栄光を返してしまいます。よくやったでしょうとかですね、かっこいいでしょうとかですね、私はすごいんですよ、これは自分に栄光を返してますから、これは肉の行いです。肉の行いでは救われません。アメン、ね、肉の行いでは救われません。十字架の行いによって救われるのです。神の義によって救われるのです。イエス様がされたことによって救われるのです。アメン、ね、イエス様のされた行い、十字架の行い、その行いが、ね、その行いによって私たちは救われて、その行いによって聖霊をいただいて、その十字架の行いのその聖霊によって私たちも初めて良い行いができるようになるということです。ね、ですから私たちは信仰によって初めて正しい生き方ができるんだということです。油注ぎによって正しい行いができるんだということです。ですからいつも、ね、霊に燃えて、信仰に燃えて、神に燃えて、神様と共にいて、決して、この恵みを失ってはいけません。恵みから離れてはいけません。いつもイエス様の恵みの中にいましょう。アメン。アメン。今日も皆さん本当に、礼拝に来てくださって本当に嬉しいです。一緒に礼拝して、一緒にイエス様を褒めたたえましょう、ね、私たちの救い主、唯一の救い主、アメン、神の一人子であるイエス・キリストを褒めたたえましょう。アメン。一緒に賛美しましょう。そうですね、23番ですね。これを清めて賛美を授けて
ください。偉大なあなたの皆が天でも地でも崇められ主の栄光だけが光り輝くように、あなたのその皆はいつまでも称えられましょう。私も主を知りたいなら I'm
の愛。
Down to the valley,
18節から4章の、3章までです。第一ペテロです。第一ペテロの3章18節から4章の3節までです。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされ、私たちを神の身元に導くためでした。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られている間、神が忍耐して待っておられるときに従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うパプテスマにあらかじめ示した方なのです。パプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は地上に残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、水郷、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。アメン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 。ありがとうございました。アメン。時々マイクが抜けちゃうのですみません。携帯で教えてくれたんですね。今入ってますか？教えてくれた方ありがとうございます。時々マナー忘れても意味があるというか、マナーしといたら気がつかなかったみたいな。すべてが益となります。私たちの失敗も益となります。神様が働いてくれればですね、弱くてもいいのです。アメン。私たちは弱さを誇ります。なぜかというと弱さに神が働くからです。もし私たちが強ければ神を必要としなくなるからです。もし私たちが完全ならば神をこの無視するかもしれません。私たちが弱いから神が必要なのです。アメン。神様はこの世の弱いものを選ばれたと、書かれています。この世のね、取りに足りないものを選ばれたと書いてあります。この世の知者がもし選ばれたら自分の知恵を誇るからです。人間の知恵で神を知ることがないことが神の知恵だということです。アメン。不思議な御言葉ですね。人間の知恵では神を知ることができない。いくら科学発達しても、いくらこの頭のいい人が神を発見しようとしても神は発見できないんだそうです。世の中の人たちは神がいない、神なんかいるもんかね。なんかある人が神がいないことを証明したとかいう話がありますけど、そうではないんです。人間の知恵では神を知ることができないと書いてあるんです。神の愚かさは人間の知恵より賢いと書いてあります。つまり十字架によって、十字架は愚かな言葉かもしれないけども、しかし私たちにとっては救いの言葉だと書いてあります。アメン。イエス・キリストを私たちは啓示しますね。世の中にイエス様を告白します。イエス様こそ救い主です。イエス様を信じましょう。そのように私たちは伝道します。
世の中の人からすると愚かに見えます。なんでしょうあの人たちは、ね、その十字架は死刑じゃないか、なぜ死刑に疲れた人を、この言ってるんだろうか、ね、人間の知恵では、その神を知ることができないのです。しかし神様は、その十字架をこの掲げて、そしてイエス・キリストを掲げるときに、そこに人々の心が探られて、心が試みられて、救われるべき人たちが集まってくるのです。アメン。その羊飼いの声を聞くと、その羊飼いの羊が声を聞き分けてくるという御言葉があります。つまりイエス・キリストの羊はイエス・キリストの言葉を聞くと近づいてくるということです。皆さんはイエス・キリストの羊だったので、イエス様の言葉を聞いて、近づいてきたのです。羊飼いの声がしたから近づいていったのです。もし羊飼いの声が聞こなかったらわからないわけです。ですから私たちはイエス・キリストの言葉を述べ伝えるときに、その言葉を聞いてイエス・キリストの羊は近づいてくるのです。アメン。しかしイエス・キリストの羊じゃないものは聞き分けることができないのです。私たちは、十字架を掲げてイエス・キリストを掲げるときに、そこに、人々が十字架によって集まるか、十字架を避けるか、その二つの選択があるのです。私たちも以前は、このイエス・キリストを迫害した人もいるかもしれません。パウロのように迫害した人もいるかもしれませんが、しかし私たちは最終的にそのイエス・キリストを見たときに、自分の罪が示されて、自分が見えてきて、イエス・キリストの言葉によって何かを影響を受けて、イエス・キリストの言葉によって聖霊様が働いて、私たちはイエス・キリストに近づいてきたのです。アメン。今そのニコ生で、放送しています。まだ信じてない人もいらっしゃると思います。最初はなんで宗教の放送なんかしてるんだという偏見や、また誤解によって、見えないかもしれません。しかしそのリスナーの方々でも、うんうんって聞き続けて、1日2日3日4日1週間1ヶ月1年聞いてくると、何かを感じてきて、何かが見えてきて、ああイエス・キリストの言ってることは本当だ、この方こそ私の救い主ではないだろうかと思わされてくるわけです。アメン。最初は漠然としてます。最初はもう、ね、ぼんやりしてるかもしれません、ね、最初は全く見えないかもしれません。しかしイエス・キリストの言葉を聞き続けるときに、その御言葉が霊となって命となって、その人の心の中に染みてきて、何かをが変わってくるのです。思いが取られてくるのです。その人の心が鱗が取れて、目が見えるようになり、この耳が聞こえるようになって、だんだん霊的な命が注がれていくのです。死んだ心に霊的な命が注がれてきます。私たちは、そのように救われたのです。皆さんはイエス・キリストの言葉を聞いて救われたのです。皆さんは十字架によって、この集められたのです。神の愚かさによって、神様の愚かさによって神を知ることができたのです。アメン。それは私たちが自分を誇るためではないと書いてあります。それは私たちが十字架の行いを誇るためです。主を誇るためです。アメン。私が立派だからじゃないんだ、アメン、私がいいことをしたからじゃないんだ、アメン、イエス様がしてくださったこと、イエス様が私のために死んでくれたから、イエス様が苦しんでくれたから私は救われたんだと。アメン。これが本当の救いです。アメン。これが本当のプライドです。アメン。以前私たちが持っていたプライドは人間的なプライドで、顔面的なものを誇り、そしてこの世を誇っていました、ね。
それは本当のプライドではなくて本当の誇りではありません。神の目から見たら塵に過ぎません、ね。この世はこの世のものを誇っています、ね。一見なんか派手で、いいもののように見えて素晴らしいもののように見えます。見かけはそうです。でも霊的に見たら、それは、虚しい虚栄なんですね。この世のものは過ぎ去って、この世のものは本質がなくて、この世の中に真理がないのです。アメン。アメン。私たちは以前は騙されてましたけど、もう騙されません。以前は私たちはこのように、心を開かれてましたけど、惹かれてましたけど、今惹かれません。今私たちが惹かれるのは本当に真実な方、イエス・キリストに心を開かれます。アメン。彼こそ、私たちの信じる愛する神だということが分かったのです。アメン。彼が本当に真理である、この世界を作った創造主である、この方が、この万物の創造者で支配者で、そして保っているお方であり、この方のために作られ、この方が作られ、この方のために存在するんだと。私たちも同じで、私たちはイエス様のために存在するんだ。イエス様のために生かされてるんだ。分かったのです。アメン。ね、もう人生が分かったのです。何をするかが分かったのです。真理が分かったのです。以前は分かりませんでした。以前は闇雲に、何か目の前のことをしてましたけど、今は私たちは見えてきたのです。この方に会って生きるべきだ、この方に従って生きるべきだ、この方と共に生きるべきだ、この方のその教えに従って生きるべきだ、見えてきたのです。アダムとエバは罪を犯して、エデンの園から、追放されました。そしてそのアダムとエバがエデンの園に入らないように、ケルビム、ね、火の輪と、火の輪となんかケルビムで入れないようになりました。アダムとエバはそのエデンの外で暮らさなきゃならなくなったのです。そして、ノアは、その船を作って、その家族8人が船の中に入って、動物が入って、そして戸が閉められた途端に雨が降ってきて、洪水になって、地球上のすべての人間と地球上のすべての動物が死んだんです。まあ、魚はどうだか知りませんが、とにかくその箱舟に入ったものだけが救われたんです。たった人間は8人です、ね、たった8人の人間が救われて、あとみんな死んでしまいました。そして、先週もロトの話をしましたけど、ロトはソドムとゴモラのソドムに住んでいたんですが、ロトと、ね、妻と娘2人が4人が出たんですが、妻は後ろを振り返って、潮の柱になってしまいました。ということはたった3人、たった3人の人間だけがソドムから救われたのです。少ないですね。数が少ないですね。それから、イスラエル人はエジプトで430年奴隷でしたけれども、そのエジプトからモーセに引きずられて、導かれて、紅海を渡って、その奴隷から、自由人になったのです。つまり、エジプトから出たのです。それはこの世から出たということを表します。どうやって出たかというと、紅海を渡ったのです、ね、それはこの世と神の国の境を表すと思います。そのノアとノアの家族8人もその水の中を通って救われたのです。そして、イスラエル人の人たちも紅海を通って、救われたのです。エジプトから救われたのです、ね、もう重労働から救われたのです。で、どうやって、その渡ったかというと、モーセが、
神様に示されて、杖を、こう出して、そして、祈った時にこの、海が2つに分かれたのです。すごいですね。アメン。もし海のままだったら、そんな何十万という人が渡れるわけはありませんね。しかし、神様は奇跡を起こして、そこに水が、この分かれて道ができて、その道を何十万という人が渡ったんです。でその後パウロと軍隊が追っかけようとしたけれども、また水が戻って溺れて死んでしまったんです。私たちクリスチャンも、この世がエジプトならば、神の国は、カナンの地です。でクリスチャンも、そのノアの洪水の時に、その箱舟が、洪水を取ったように、またイスラエルの人たちが航海をの水の中を通ったように、私たちも、洗礼を受けて、そして神の国に入ったのです。アメン。アメン。神様は、この悪魔の国から神の国に、人々を救うのです。そして、その、救いを、救うその方法は十字架なのです。そのモーセはイエス様を表し、箱舟はイエス様を表し、旧約聖書はイエスキリストの救いをこの予言的に型を示したのです。旧約聖書のすべてのこの出来事はイエスキリストを指し示しているのです。そしてイエスキリストの救いを指し示しているのです。つまり、聖書のその成就はどこにあるかというと、十字架であり私たちなのです。皆さんが聖書の成就なのです。神様の計画の成就なのです。それは、この世から神の子を選んで、神の子を導いて、イエス・キリストを通して神の国に入れることなのです。アメン。アメン。そしてそのさらに本当の成就は、イエス・キリストが再臨するときに、イエス様が来られたときに、天使が送られて、全世界からクリスチャンが集められて、そして死んだクリスチャンも復活して、神様が集めるとき、これが本当に最終的な成就なのです。ですから今私たちはもう信仰によって救われて、信仰によって神の国に入っていますが、しかしイエス・キリストが来る時まで、私たちは目を覚まして、しっかりと信仰にとどまる必要があるのです。まだ完全に完成されたわけじゃなくて、私たちも目を、油断するならば、道をそれてしまうこともあると書いてあるのです。ですから私たちは完全に成就するのは、イエス様とにこの再臨の時に集められた時、または御国に本当に天国に行った時に成就するんですが、今は信仰によって救われていますけど、完全な成就ではないのです。ですから今私たちはこの信仰をしっかり保って、その信仰の道を、教義を、熱心に保って、そのゴールに行くということをしっかり守る必要があるのです。でも、失望することはありません。私たちは今救われて、今イエス様と共にいるのですから、ただこの信仰を保てばいいのです。イエス様から離れなければいいのです。信仰にとどまって、イエス様の教えにとどまればいいのです。気をつけなければならないのは、この世に戻ってしまうことが危ないのです。この世に戻ってしまったり、間違った福音、間違った教えに行ってしまうことが危険なのです。イエス様は、この、神様と人間、神様と人間は、人間はアダムとエヴァが罪を犯して神と断絶し、そして、神の怒りを受けるものでした。神様はその人間を愛していて、
人間をこう祝福しよう、愛そう、救おうとされてされましたね。しかし神様と人間には深い淵があり、その壁があり、その断絶していたわけです。その壁が罪ですね。罪というものが壁であり、罪というものが淵だったんです。その深い断絶に橋を架けてくれた、まあ、虹の橋といったらいいでしょうか、ね。この救いの道を開いてくれた、ね、この入り口を作ってくれた、それがイエス様ですね。イエス・キリストは狭いもんであり、その虹の架け橋であり、そして、私たちのただ一人の仲介者と書いてあります。取りなしてということですね。神様と私たちの仲介者です。取りなしてです。イエス・キリストのおかげで、イエス様が十字架で取りなしてくれたから、イエス・キリストが十字架でその和解のその行いをしてくれたので、神様はイエス・キリストのゆえにその怒りを鎮められたのです。アメン。神様の怒りが十字架のイエス・キリストの行いを見て、そのイエス・キリストのゆえに私たちの対する怒りを鎮められたのです。アメン。アメン。私たちはそのことが分かったのです。そして今信仰によって歩んでいるのです。今イエス・キリストの教えに従ってイエス・キリストの弟子として歩んでいるのです。今私たちは神の子として歩んでいるのです。ぜひ皆さん、喜んでください。喜んでください、ね。そして明確に、この、そうですね、3節 4章3節ですね。あなた方は異邦人がしたいと思っていることを行い、公職情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像崇拝などにふけったものですが、これは過ぎ去った時でもう十分です。もう十分です。肉的な思いは行いはもう十分です。もうこの世がしています。しかしそれは、神様の御心ではありません。それは人間の欲望です。2節読んでください。こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのです。アメン。私たちは残された人生を、以前はその欲望のために生きていましたけど、今は神の御心のために、神の御心のためにイエス・キリストのために過ごすように決心したのです。アメン。アメン。アメン。そして私たちは、皆さんが、証であり、その皆さんの信仰が、この良い実を結び、それが神様の栄光となっています。今日皆さんは本当に力強く賛美しました。その神様に対する証です。皆さんが日曜日礼拝に集まって、礼拝しています。それは神様の証です、ね。そしてそれは、神様が喜ばれているのです。ですから、良い行いに励んでください、ね。残された人生を欲のためではなく、欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるためです。アメン。決心しますか。アメン。残された人生を神の御心のために過ごしたいと決心しますか。アメン。アメン。ゲフリーしますか。チャリー役しますか。はい、あ、じゃあちょっと待ってね。私たちが、はい、Praise the Lord. Listeners, praise the Lord. Are you all happy today? Okay. Are you all happy today? 皆さんおはようございます。神様感謝。Sorry. 神様感謝します。アメン。I know you are all happy. 今日は幸せになりました。今日は幸せですか？アメン。今日は幸せですか？アメン。
And I'm happy also. 私は今日は幸せです。いつも幸せです。Praise the Lord. 神様感謝します。Praise the Lord. 神様感謝します。Today the Lord has blessed us. 今日は神様から恵みが祝福されてます。The Lord has showered His mercy and favor upon us. 今日は神様からの、憐れみと、祝福に受けてます。And we will also know and walk by His way. そしたら神様の道に歩むこと。His way is life, and His way is light. His way is life, and His way is light. 彼は道であり、そして、光であるかな。We should always follow that way. 私たちはそのいつも彼の道をこう歩みます。That way.He's the one that can give us a better life. もうその私たちの生活を良くする唯一の道です。God has willing from His own heart that anyone that believes in Him should not perish but have everlasting life. もう神様の御心はイエス・キリストを信じる者が滅びることではなく永遠の命を持つことなんです。That is why we should always believe in the Lord. ですから私たちはいつも主を信じます。That is why we should always follow His way. いつも私たちはイエス様の道を歩みます。Don't be misled by anyone. もう誰かにこの騙されないでください。Don't be carried away by anything. Don't be carried away by anything. もう何かにがっかりさせられないでください。Don't be deceived by what you see. 見るもので騙されないでください。Don't be deceived by people around you. 皆さんの周りにいる人に騙されないでください。But your heart believe in the Lord. 心を本当に主を信じましょう。Your heart follow His way. あなた方の心がそのイエス様の道を歩んでください。His way, His light, and His way is life. もうその道は命であり光です。Everyone wants life in his life.もう誰でもその光が欲しいでしょう。When light come, darkness leave. もう光が来れば闇が消えます。When light come, darkness disappear. もう光が来れば闇がこう消えていくんです。That is why we need that light in our life. ですから私たちの生活に光が必要なんです。That is why that light will be the one that will help us, His children.もうその光はですから神の子供、私たち神の子供に必要なのです。Always let the light of God shine in your life. もう神の光はいつも皆さんの生活、人生の中で輝いています。Praise the Lord. 主を褒めよう。Praise the Lord. 主を褒めよう。Praise Master Jesus. Amen. イエス様は神の国の入り口です。イエス様は狭き門です。 He is a narrow gate. He is a gate of the kingdom of God. それで、この主の聖餐はそのイエス様との契約です。 Every weekthe covenant with our Lord Jesus Christ. I mean, every week, communion is a covenant with our Lord Jesus Christ. 誰でも罪を悔い改めて、イエス・キリストを信じるならば、神の国に入れます。So that is why every one of us, the very day we repent from our sins and 他に入り口はないのです。So we don't have any entry.
たった一つの神の国の入り口です。 So we only have one entry to the kingdom of God. 彼だけが入り口です。 God, Jesus Christ is our entry to the kingdom of God. その彼は門ですが、その門から入ることが正しい神の国の入り方なんです。 So we all know now that our Lord Jesus Christ is the true Son of God. So he is the only way, the only entry to the kingdom of God. 神の国の正式な入り口、合法的な入り口、それはイエス・キリストを信じる入り口なのです。So that is why today every Christian around the world should also understand that since our Lord Jesus Christ is the true Son of God, he is the only one that can give us the assurance that this is the true exit to the kingdom of God.お金があっても入れません。頭が良くても入れません。Even though when you are rich and you are very intelligent, it doesn't guarantee you the exit into the kingdom of God. この世で評価されても神の国に入ることはできません。Even though you are in this present world we live in, you have been known around the world, but it's not going to guarantee you the kingdom of God. へりくだって、悔い改めて、イエス様を見上げて、その十字架を信じるときに神の国に入ることができるのです。 So the only way to the kingdom of God is to repent from your sins and believe in our Lord Jesus Christ and believe in the Holy Cross. That is the beginning and that is the entry to the kingdom of God. まだ信じてない方々は今その神の国の門の前にいるのです。 So for those who haven't believed in the kingdom, believe in our Lord Jesus Christ. Today is the right point for everyone to repent from their sins and start to believe right now. 誰でもウェルカムで、誰でも入ることができるのです。So everyone is welcome. Everyone is the kingdom of God is open to everyone. So everyone is welcome. ノアの洪水、ソドムとゴモラ、イスラエルのそのエジプト。私たちは救われなければならないのです。Just like as the ark of Noah and the Israel in Egypt. As the Egyptians were exited from the Egypt, so we have to be saved like as it was as God used the Noah ark to save the world and also used the plague to save the Israel from the hands of the Egypt. 救われたい方々、滅びたくない方々、今。心を静めて、悔い改めて、イエス・キリストを信じてください。For those who wants to be saved, for those who doesn't want to be destroyed. So today is a chance for every one of us to believe in the word of God and believe in our Lord Jesus Christ so that you can be saved. イエス・キリストの言葉を受け入れてください。So today you must be ready to receive the word of God. 天のお父様。So we say Father in heaven. あなたが一人がイエス・キリストを送ってくださったことを感謝します。 Today we understand you sent your only begotten son to us. So we give thanks to you, O Lord. この方によって救われました。 Today because of him we have been saved. 人に騙され、 Before now we have been deceived. 傷ついて生きてきましたけれど、 We've gone through pains in our life up to now. 絶望の中を生きてきました。 絶望はですね、disappointed. So before now we have been disappointed by so many. しかし今癒されました。But today we have been relieved from that pain. あなたの救いに預かりました。Today we have been saved by you. 十字架によってです。For the sake of the Holy Cross.あなたのされたことを覚えます。Now we remember what you've done for us. あなたの痛みに感謝します。Today we give thanks to the pain. We give thanks pain to the pain. あなたが血を流されたことを感謝します。Today we understand and we give thanks because of the blood is shed for us. あなたの血によって命を受けました。Today we understand because of the blood you shed for us, now we've received life. あなたの打ち傷によって癒されました。
Now we understand because of the pains and this the bruises that you received during your crucifixion. Today we have been saved. ですからあなたのために行きます。So today we can say because of you, we can move forward. あなたに仕えていきます。So today we can say because of you today we are ready to be used by you. あなたに従っていきます。So today we can say we are ready to follow your way. あなたが愛してくれたからです。Because now we understand you were ready to you give us your love. あなたを愛します。Today we love you, O Lord.イエス様の皆によってお祈りします。This is what we pray for this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.十字架が唯一の救いです。The cross, the cross is the only way to, the only way to salvation. 神の御業です。Amen. 御業はね、is the techniques of our Lord. The works of God. Is the work of God. 神の救いに預かりました。Today we can say we have been saved and in the hands of God. 私たちを御霊で満たされ。Today we can say every one of us here. Be filled with the Spirit. So we can say today every one of us here is filled with the Holy Spirit. 信仰で燃えさせてください。Lord, fill us with your Holy Spirit? Which one? Burn. Word of burn. Lord, fill us with let us be burning in your faith, O Lord. あなたの愛で満たしてください。O Lord, instill in us your love. あなたの愛をください。Lord, give us your love, O Lord.あなたを愛します。Amen. Oh Lord, we your children love you so much. 兄弟姉妹を愛します。Amen. Oh Lord, your children here love you so much. 神の国を愛します。Amen. Lord, we aim for your kingdom. イエス様を愛します。Oh Lord, we love you, oh Lord. イエス様の皆によってお祈りします。Amen. This is what we pray for. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.皆さん、私たちは神の国に向かってますよ。Today now, every one of us is heading towards the kingdom of God. 今、私たちは旅路です。Now we can say, in travel. Today now we can say we are in the transit. 今、荒野を旅してますけれども。But today we can say today, We can say in the present moment in our life now we are going through the world trip.
イエス・キリストの肉を食べました。Today we've eaten from the flesh of our Lord Jesus Christ. イエス・キリストの血を飲みました。Today we share from the blood of our Lord Jesus Christ. 私たちはキリストのものです。Today we are his children. キリストのものです。Today we are the children of God. 救われました。Today we have been saved, Lord. 罪が許されました。Today our sins have been forgiven.永遠の命を受けました。Now we've received the eternal life. 感謝します。Thank you, Lord. 感謝します。Thank you, O Lord. 感謝します。Thank you, Lord. アーメン。ハレルヤ。アーメン。ありがとうございました。アーメン。アーメン。ありがとうございました。皆さんと本当に一緒に礼拝できたことはなんと素晴らしいことでしょうか。天国行ったら本当に永遠に永遠に皆さんと一緒に住むことができますよ。ぜひイエス・キリストを信じて共に歩みましょう。まだ信じてない方はぜひぜひ、信じてイエス・キリストを信じて神の国に入ってください。狭い門を入ってください。そして一緒に喜びましょう。一緒に行きましょう。永遠に行きましょう。ありがとうございました。それでは来週のじゃなくて明後日の夜7時またお会いしましょう。シャローン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 。あ、終わっちゃうよ。終わりたくないよ。シャローン。アレルヤ。